肥料だと肥料を焼けをしたりとか枯れてしまう可能性がありますので、赤ちゃんの状態だとでやってしまうと根っこから肥料とか水分が吸えなくなって弱ってしまう可能性がありますので、はい、皆さんこんにちは。植物を元気に、みんなを笑顔に、花農家のゆうきです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回の動画は視聴者の方からの質問であったパンジービオラとか他の花でもなんですけども、種をまいてからまだちっちゃい時に液体肥料を与えてもいいですかって質問をいただきました。今回はその回答や実際に与える時のポイントについて詳しく話をしていきたいと思います。今回の動画を最後まで見ていただければ、苗作りの時の液体肥料のポイントがバッチリわかるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速今日もやっていきましょう。はい、ということで今回はパンジービオラの実際に種まきをしてからの育苗苗をね育てる過程を動画でまとめていっているんですけども、その動画のコメント欄で質問がありました。実際に育苗苗を、ね、種から育てる時のちっちゃい段階で液体肥料を与えてもいいですかっていうね質問をいただきましたので、それの回答と実際にやる時の注意点について話をしていきたいと思います。実際ね、液体肥料略して液肥ということも多いかと思いますので、初心者の方は液肥と言ったら液体肥料のことだと思ってもらえたらとても嬉しいです。で、実際に今のね現状のパンジービオラがこちらにありますので、その様子をまず見ていきたいと思います。せーの、はい、こちらが育てているパンジーとビオラ、こちらがパンジーですね。こちらがビオラのね、ばらまきをした苗になります。だいぶ双葉から本葉が出て大きくなってきているかと思います。実際にこんな感じで育っていると大きくなっていくので、液体肥料とか肥料とかをね与えたくなるかと思います。まず質問の回答ですね。液体肥料を与えていいかどうか、こういったちっちゃな苗を育てることを育苗、育てる苗と書いて育苗って言ったりもするんですけども、こういった育苗をするときに肥料を与えていいかどうかについてなんですけども、肥料を与えても問題ありません。で、与えるならば固形肥料じゃなくて、やはり速効性がある液体肥料がおすすめです。固形肥料だとね、どうしても1回与えると、ね、それが長く効くんですけども、その分固形肥料の粒の周りに植物があると肥料の濃度が高くて、こういったねちっちゃな苗はすぐね肥料に当たって肥料を焼けをしたりとか枯れてしまう可能性がありますので、固形肥料を与えるのは基本的には NG になります。なので液体肥料を与えてあげるのはとても大事になってくるかと思います。で、実際に液体肥料の次はポイントについて話をしていきたいと思います。ちょうどね今去年からね、おととしか買ったハイポーネックスの原液がねこうありましたので、これを参考にしていきます。実際にこちら裏を見てもらうと、こんな感じで草花、ね、草花とかの場合は500倍ですよと、皆さん500倍で希釈して肥料を薄めてくださいねと書いてあります。でも注意しないといけないのは、こちらもねパンジービオラなので500倍でいいかなと思って500倍をやってしまう方、特に初心者の方だったらね多いかもしれません。ただ基本的にこの草花とか野菜というのは、もう少し大きくなった状態の苗とか花壇に植えてるような苗にやる場合の目安になっています。なのでこのまだ赤ちゃんの状態だと500倍でやってしまうと、逆に肥料濃度が高すぎて根っこから肥料とか水分が吸えなくなって弱ってしまうっていうことがね起きる可能性がありますので、大切なポイントは薄い液体肥料を与えるのがポイントになります。ここでね基準が500倍と書いてあるので、
この場合だったらさらにその倍の1000倍ぐらいを与えるのが一つの目安にしてもらえるといいかと思います。他の液体肥料でもね、通常は1000倍に薄めて買ってくださいよというようなものがあれば、さらにその2倍の2000倍で買っていただくみたいな感じで、肥料によって通常の倍率よりもさらにその倍薄めた倍率で買ってもらうと、疫病の時に使っても失敗する可能性が少ないと思いますので、そんな形で使ってもらえるといいかと思います。でね、こちらのねパンジービラにもせっかく今動画撮ってますし、液体肥料を今からやっていきたいと思います。園芸チャンネル、はいね、もう今日はね最初からこちらお水を用意しました。こちら1リットル、ざっくりね1リットルのお水を用意しました。でここで正確に測った方が本当はいいんですけども、若干ね1000倍が900倍とか1100倍とかになっても問題ありませんので、ざっくり合ってればいいかと思いますので、そんな感じでしっかりね本当に正確に測るまでしなくても僕はざっくりでもいいかと思います。ただ500倍と900倍とかだとね全然違いますので、そのぐらいのね薄めた肥料がね必要だなっていうところをね認識して買っていただくのがとても大事になります。でこちら1000倍なので、この原液をね1ミリリットル、この目盛りがね1のところですねの分をこの水に混ぜたいと思います。まずこんな感じで原液を吸って1のところになるように合わせます。はい、こんな感じ、ちょっとね横にしたら1にならないんで期待ですけど、こんな感じで1のところにね合わせました。でここで大事なのが、この中に入っているもの、これも一緒に入れてしまうと、これは1ミリには含まれてませんので、この分はちゃんと戻してあげてね、この分ね、ちょうど本当この1ミリリットルの部分を入れてあげるのがとても大事になりますので、吸うための補助器のストローとかついている場合ね、こういった、ね、長いものがついている場合には、ここに入っている分も一緒に入れてしまうと倍率がかなり変わってきますので、注意をしてください。じゃあね、こう 1ml 測ったので、これを実際にこちらにシューッと入れます。ハイポネックさんのね、これハイポネックス原液はこんな感じで、ね、原液に色がついているのはね、実際に混ざったか混ざってないかね分かりやすいんでいいですよね。であとはこれを普通にこういうふうに全体にジャーッとやります。ね、2回ぐらい、こんな感じね、たっぷりやるのもポイントになります。どうしても少ししかやらない場合だと、このポットの中でも肥料のムラができてしまって生育差がついたりする可能性もありますので、下からねたっぷり出るぐらい、2回ぐらいねやってあげると問題ないかなと思います。で、ね、この余った液体肥料は捨てるのもったいないので、何か別の、植物とかお花とかに与えてあげるといいかと思います。はい、ということで今回はちっちゃな苗の時の肥料ってやっていいのっていうね質問をいただきましたので、その回答として、液体肥料をやっても問題ないんですよっていうような回答をさせていただきました。また肥料のやる時の注意点についても詳しく話をさせていただきました。実際ねパンジービューラー以外の他のお花とか野菜とかでも、こんな感じで普通の規定の倍率のさらに倍ぐらいね薄めた液体肥料を与えてあげるのは植物にとって効果的です。実際にちょっと葉っぱの色が薄いなと思うような時があれば、試しに液体肥料をやってみてはいかがでしょうか。今回の動画はいかがでしょうか。今回の動画を見ていただいていいねと思われた方、ぜひ高評価お願いします。有機の園芸チャンネルでは植物に関するいろんな動画をアップしています。チャンネル登録まで園芸ガーデニングが好きな方、ぜひチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。10万人登録目指して頑張ってますので、ぜひ応援お願いします。今日はこれでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てください。バイバイ。